スノーマンの秘密兵器、深沢達也、私の宝物、それすの、グループ最年長の覚醒スノーマン深沢達也が、松本若菜主演のドラマ、私の宝物に出演中だ。本作は10月17日放送の第1話が TVer にて300万再生を突破するなど、今季ドラマの中でも話題作の一つである。「昼顔妻」を書いた、「昼顔を平日午後3時の恋人たち」や、 セックスレスをテーマにした「あなたがしてくれなくても、以上、フジテレビ系」を手がけたミサオレイ子プロデューサーによる夫婦のタブーを扱ったドラマの第3弾のテーマは夫以外の男性との子供を夫とのこと偽って産んで育てる「たくらんたくらん」現役アイドルが携わる作品としてはなかなかに攻めた題材ではあるしかし本作の中で「救い」 をもたらしていたのが深澤演じる冬月亮の存在だ写真自身の鉄板モテ伝説を語る深澤達也深澤はスノーマンの中でも単独での演技仕事は決して多い方ではない長らく演技仕事募集中だったバラエティー班佐久間大輔向井浩二とともに自虐的にドラマ班と名乗っていたほどだスノーマンを代表する真のドラマ班 目黒連が監督という細かな設定ありしかしターニングポイントとなったのは2024年1月期のドラマ「春になったらカンテレ・フジテレビ系」への出演だろう名を演じる椎名瞳の大学時代の友人岸慶吾役がとにかくハマっていたのだいい意味でアイドル的なオーラを感じさせない実在しそうな絶妙な存在感ひそかに思いを寄せている瞳や瞳の婚約者 川上一馬、浜田岳とのやり取りなど、自然体な演技が効いていた。ストーリーの軸である、結婚する娘と余命宣告された父の3ヶ月を温かく見守る一員としての役割を全うしていたのだ。ミサオプロデューサーも深澤の起用理由を明かす中で、春になったらでの演技について、とても距離感がいい。出すぎず、